今回は防水ポーチのご紹介になります。はい、こういった、スマホとか小物を入れる防水ポーチですね、まあ、海とかね、なんかプールとかマリンアクティビティの時にね重宝するポーチです。まずこちらは僕のじゃなくて、ユリのものなんですが、こんな感じでね分離できるポーチです。まあ、ここがこうなんかこんな形状になってて、まあ、こっちとねカチャってマグネットにもなってるのかな、マグネットプラスなんか溝にはまるようになってて、こう一体型にできるタイプですね。一体型にもできるし別々でも使えるしみたいな。前面のポーチと後ろにも入れるところがあります。僕のスマホがちょうど、まあ、横幅ギリぐらいのサイズですね。こんな感じでね割と、まあ、ちょうど入るぐらいの大きさですね。前も本当にこんなぴったりかも。これもしかしたらプロマックスとかだと iPhone Pro の Max とかと入らないかもしれないですね。でファスナーは防水になってます。防水ファスナーです。でここから直接スマホをいじることもできますね。FaceID は、うん、反応する。あ、意外と反応がいいな。意外と反応良さそうですね。これこのバッグのまあいいところは、まあ、後ろにも物を入れられて前も入れられて、これ分離できるんで、まあ、例えば後ろ側にねこんなタオルとか突っ込んどいて、前のポーチにスマホとか入れといて、まあ、荷物分けとくと、まあ、わざわざここね開けなくてもこれだけ取ってこうやってスマホパチパチ操作することができますね。1個しか入れてこないやつだとわざわざこうなんかスマホ取り出したりね、これだとこのままバッグから出さずにスマホ操作できたりします。あとこのジョイント部分がねマグネットとこの溝のおかげで簡単にカチッてつくんでね、しかもすぐ外れたりしないからその辺もいいですよね。まあ、あと裏側も透明なんで何だったらカメラも使えるかもしんないです。でこれはクラファンで買っただっけ、クラファンで買って12,000〜13,000円ぐらい、まあまあお高めのポーチですね。で僕がかけてる今このポーチなんですが、これ、まあ、最近買ったんですよね。僕もなんかああいうポーチ欲しいなと思って最近買ったものです。これは Amazon で買いました。タープメイトっていうのかな、はい、サイズが SML あって、このサイズは L です。こっちとサイズ感は同じぐらいですかね。なんでスマホもこっちのが若干ポケットの部分が大きいですかね。これだと MAX でも入りそうな気はします。うん、これも普通に操作、普通に操作できます。 Face ID もちゃんと反応しますね。でこのポーチはマチがあって、後ろがこう広がるようになってます。下が広がるようになってます。本体と紐が別売りだったんですよね。別売りで両方で Amazon で3,500円ぐらいだったかな。本体が2900円とかそんぐらいで、紐が600円とか700円とかそんぐらい。これなんで紐別売りなんだろうみたいなね。あとこの後ろがベルトに通せるような穴がこことこっちも2箇所ついてるんですよね。まあ、とはいえ太いベルトは通せなさそうだし、まあ、何用なんだろうみたいな感じですね。僕は多分使わないと思いますけど、リュックとかにくくりつけたりできるのかな、なんかうまくやれば。でこちらはもちろん防水になっています。チャックの部分はこさっきのポーチと同じ素材っぽいですね。ドライのチャックみたいな、あんな感じです。でこれ材質がなんかこう紙っぽい、なんか強めの紙っぽい感じなんですよね。まだ使ってはないんですけど、耐久性的に大丈夫なのかなっていうのはちょっと気になりました。まあ、その分こう何も入ってないとペラペラで、まあカバンとかにも入れときやすいんですけど、で S だと多分スマホ入らないんじゃないかなと思いますね、 iPhone で。 M だと多分ギリな気がします。でこれは L です。ちょっと実際どれぐらい物入るのか入れてみましょうかね。まあ、スマホとそうだな、こういうタオルとか、あでもこれマチがあるおかげでスマホが縦に入る。はい、こんな感じで
スマホとタオル4つですかね、入りました。まあ、後ろに下にマチがあるおかげで結構入りますね。上側にはマチはないです。はい、ということで防水ポーチのご紹介でした。